それでは、三国志大戦後付け実況やっていきましょう。バージョン 2.5 も4本目ですね。この試合はこちらの計略はまああまり新要素が、活躍してるっていうわけではないんですが、芝居、旧作の気略自在ですねが再び今回復活してきたので、そちらの方をちょっとピックアップして見ていこうかなと思います。まずは開幕ですが、お互いに中武力がメインのデッキなので、まあ真ん中でのぶつかり合いになりますね、やっぱり。でここガクチンなんですが、ヤリオーラで止まるはずだったところが、運よく突撃が入ってくれたという感じですね。ただこっちは、花崗岩からちょろっと先が出てしまった除湿が伏兵を踏んでしまったので一部隊撤退。ただこちらの伏兵も芝居以外に当てることができたので、まあ、最低限のダメージは取れたという形。これ次に芝居が突撃してきたら弓で落とすぞという姿勢を見せて一回返させて、まあここはもう中武力デッキではよくあること、お互いに中武力デッキだとよくあることなんですが、まあ濁し合い削り合いみたいな感じですね。でここガクチン打つと相手の芝居が四季六と同時に打ってきたらやばいと思ってガクチン打つのを1回ためらったんですが、どうやら今作の芝居四季7になったらしいです。相手の視点をちょっと編集していてそこで気づきましたね。なので四季7だったんならあの場面でもうガクチン打っていってよかったんですが、まあ無知は罪、そんな感じですね。僕が知らなかったことによってそういうところを逃していくという感じですね。でここは、できることなら防作を割っておきたい。こちらのデッキはある程度フルコンできるデッキなので、フルコンの際に防作で時間を稼がれないようにっていう感じですね。でここ相手が1回引いたので、内乱取れそうと思って、ここはもう内乱取りに行って帰るという感じでしょうか。相手は兵力を整えるのを優先した感じですね。でこちらは内乱一発で、これ以上欲張ると兵力差で押し切られてしまうので一回帰って部隊を整える。でガクチンでなるべく相手が一番高いラインで上げる号令を打てないように一回圧をかけていったところで、相手は気略自在、武力と知力と移動速度が上がる。でこの計略は今作は自分が入らないようになったみたいですね。その代わりに武力上昇値がプラス 7?6? プラス6ですねと効果が上がった。こちらは刹那の急進を発動して、ガクチンを返していきつつ、この4部隊で前衛の槍2部隊を集中攻撃して1回追い払う。ただ効果時間に差があるので、ここはもうちょっと部隊をなるべく撤退させないようにして内乱だけ止めて、これ以上はもう欲張らずに1回帰る。ただ、これで、指揮交換としてはこちらの方が軽い指揮で指揮交換できたのでアドバンテージは取れていますね。これでガクチンを打った分の指揮差が1個で済んでますね。でこちらは弓を1部隊になるべく寄せるような形で置いて、健康はちょっともうこれは上がってこれなそうな形なので、ここはもうこちらの兵力のあるこちら側がラインを上げる権利を持ったかなと思って内乱を取りに行ったついでに、ガクチンの工場が入りそうだったので朝差しで一発。ただ、ここも欲張ると気略自在で、カウンターが飛んでくると思ったので、ここはもうある程度内乱を狙いに行くぐらいの、まあ入れば儲けぐらいの感覚で、出していって、相手はここで気略自在。ただこの中盤のラインで気略自在と刹那の急進の打ち合いになってしまうと効果時間の差がもろに出てしまうので、まず1回ちょっとだけ下がって四季10に溜まったタイミングで、こちらは
魏軍の大攻勢、知略増援、刹那の急進の知力依存は 0.2 なので、これを先に打つことによって、0.4 カウント刹那の急進が伸びますね。なので、5.5 カウントが、5.9 カウントになる形かな。で相手はここで、連冠の方短くなったとはいえ、これで、1回下がられると効果時間の差がつけられてしまいますね。こちらの方が後打ちして知力も上げてはいるものの、おそらく相手の方が効果時間は長いはず。ここは内乱一発であればこちらはセーフなのでというところですが、これ内乱止めれるかもと思ったので、加工は青少子を上げて、ガクチンも、塗り残しを消していく。相手は3回目の、気力自在、武力と速度と、これは移動速度が上がっているので内乱を再点灯させてしまえばもう1回チャンスがあるかというところで、こちらは、範囲ギリギリのところで5枚で刹那の急進。これ普段あんまり刹那の急進扱ってる回数多いわけじゃないんですけど、綺麗に範囲使いましたね。これ運良かったというか、うまくいってくれた感じですね。でここで H の大車輪、刹那の急進からだと加工和が武力20になります。なので、武力プラス9ですね。これで加工和が強い。刹那の急進からだと、知力プラス5で武力プラス9になるので、式4の計略としてはかなり式効率がいいかと思います。それではここまで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。受け継いだ天下、揺るがせは
しない。等しい。はい。ルダダ。ワーク解放。受け継いだ天下。揺るがせはしない。等しい。ここで受け継いだ天下、揺るがせはしない。帰ります。